はい、ということで急に始まりましたが、はい、DJ マル君と、はい、DJ フミヤ君です。はい、はい、お願いします。ちょっとね、今240時間ライブ中で奥に撮影してくれてるんですけど、はい、採用です。政治家女子48等のですね、はい、ちょっと前フミヤ君にね79番79までやりました、やってもらったんですけど、その後153まで来てるんで、この数字はこれはね10点満点中で青汁、これ青汁採点の数字なんですよ。で今ホリエモンのとこに行ってきたんやけど、はい、ホリエモンはちょっともう忙しいから、はいはい、後にしてやると、いや、ね HKT48 等の昨日もそういえば来てたね。ああ、このまま、じゃあ HKT48 の山本真央ちゃんに逆に回転を任せると一人ぐらい女の子も入ってもいいかなということで、今ちょうど堀江さんとお話ししてて、でも昨日も結構目通させてもらったんですけど、うん、可愛い人多いですよね。いや、美人というか、だってあの DJ 社長がめっちゃあれわざわざタイに行った時に、あの時にビデオ作ったの。はい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 、はい、食いました、うん、覚えてます、覚えてるな。俺がちょっと2000バーツ足りなくて社長が大変で帰る、あれちゃんと次の日社長に返すんだから2000バーツ、はい、綺麗な方多いで、わかんないですよ、加工かもしれない、基本、はい、加工も OK なんで、もうマル君にできたらもうまとめてやってもらおうか。確かに、これ、はい、これちょっとこの間ここまでしかいなかったから、はい、これを今フミヤ君にやってもらってたんやけど、はい、ちょっと悪いけど150、若干もう別の決まってる人も決まってるっていうか、これ地方の人はね、はい、まあ140人ぐらいおんねん、はい、1から10を書いてくれ。あ、ポイントですか。もうポイントやねん、誰がいいとか丸じゃなくて、この上から。もう結構目緩いっすけど大丈夫ですか。もうあの青汁も10分ぐらいでやってくれた。どこでも好きなの、左上でも。さっき見たんですけど、青汁、青辛いっすね。青汁の参考にしてくれてもいい。はい、さすがやな、さすがというか、はい、甘いんですよ。いや、甘く。この後、あのホリエモンが委託した。写真が難しい方多いな、うん、嬉しいな。ちゃんと、あの審査 DJ 社長がね、ちょっと今、残念ながらあのシャワー浴びに行ってから、さすがにな、10日間寝ずというわけにいかないので社長シャワー浴びに行ってるんですね。 U-like のこの加工カメラアプリのこのマークを消すか消さないかで減点かどうか。あ、なるほどね、はい、そうなんですよね、厳しい、すごいね、はい、U-like とか B6 とか書いてあったら減点です。お、すげえな、さっささっさと入っていくね。はい、もちろん俺、思うんだけど大体俺の場合は奇数でいくんやけど、偶数でいくよね、どっちかっていうと。もともとこれしか偶数でいってたから。確かに多分これ丸くんも偶数、おっ奇数入ったわ。はい、ちなみにこの子あれらしいよ、ヘズマリューの元カノらしい。あ、じゃあ2点減点それはちょっと減点対象になりますね。減点対象、はい、これはどれ、うん、この子やと思う。あ、上ですか、はい、はい分かりやすい写真にせえ。これがだから、ね、一応だからこの時の勝負の写真を送ってくれと言ってこれが来てるから。なるほど。お、じゃあさっきのも勝負なんですね。分からん、だからそれぞれいろいろと思いがあるんじゃない。ちょっとエロいですね。あ、エロが好きっていうのがあるね。いや、まあ、というよりなんかアイドルっぽい。あ、さすがやね。アイドルっぽいかその政治家っぽいの両極端でポイントが高いんじゃないですか。なるほどね、はい、さすがね、それそうやね、どっちを重要視押すかっていう話ですよね。どっちを重要視してますか。アイドルっぽいじゃないですか。アイドルっぽい、なんか政治家優先でアイドルになるというよりは、僕的にはアイドル優先で政治家になっちゃったみたいな感じのこの方が人気は出そうですよね。さすが、確かにお仕事どうせ後からついてきましたね、はい、政治的な要素は。そっちか、やっぱ俺はもう完全に政治で見るからなこの子票取るかなみたいな。後からどっちつけるって言われたら、うん、政治要素の方が足せそうです、足せそうですね、勉強したらいいみたいな話になってくる。なるほどね、可愛いとかものすごい合理的なこと言うね。はい、ありがとうございます。あれやな、この後ね、自動的に君たちも選挙に出る時が来るかもしれない来るかもしれないなって。別に確かに、あの要はこれまでの選挙って、ね、あの単
純に俺たちがやろうとしてる選挙は難しいことですよ、はい、お祭りをしようと思ってるだけなんで、うん、はい、あのそれはもうあの皆さんが楽しくやる、まあ、ガーシーさん見てたら気づいてます、うん、はい、楽しくなければあのやろうともしないし誘いもしない。えだってヘズマ君も NHK 党からですね。出た、そうですよね、山口からね。ヘズマ君落ちたんだと思ったんですけど、てかまあ、あの選挙は、あの選挙は通らない選挙だから、ずっとまた今度出るって言ってるね、あ、まあ、あの渋谷から出る話予定で言ってるんで、はい、渋谷、渋谷区から出るってこと、本人はその方向でって言ってたけどね、はい、あ、渋谷区から出るんだ。渋谷区だとワンチャンあるかな。渋谷区だと何票で通るんですか。1500票ぐらいちゃう。渋谷区でも1500票で通るんですか。うん、渋谷区30人ぐらい通るから、要は、まあ、ヘズマが出たやつは1万しか通らないやつだよね、うん、はいはいはい、渋谷区は1万から30まで当選やと思うんで、30か32とかだから、35番とかだったら落選やけど、30番まで入ればいいから、はい、目立ってる人でいいのよね、むしろ絶対通るっすね、ヘズマから。ヘズマが渋谷で通るかっていうと、ヘズマは分からんやろ。1500票ですよ。いや、ヘズマは分からんやろ。俺はヘズマ君だと渋谷という場所がまたね、いろんな人が来るから、渋谷は、はいはいはい、あの目指したい人が来るから。なるほど。渋谷はね、ヘズマ君はさあどうなんだろうって感じ。ヘズマは難しいよね。ヘズマ君の立ち位置難しいですね。人気があるとか、マル君とか知名度があるとか、票が入るまただいぶと違うんだ。そこはそこはね、またちょっと独特の。確かに確かに。この子ポイント高いのもろ。いや、ね、青汁好きすぎ。青汁の点数を見てからなるとあれやね。はい、僕は9です、ね。すげえな。青汁以上に。このカッパの子はなんかカッパとして頑張ってるみたいね。なるほど。カッパとしてのなんか TikToker でやってるみたい。カッパ政治家。まあでも有名になりたいっていう子も多いでしょうね。もちろん。シンプルに。結構大前提にそこは。うん、やっぱりワーキャー言われてるんやろね、世の中の人は。今、お金よりもワーキャーじゃないの。あとでついてきますからね、うん、確かに。承認欲求みたいなのは、でもあって損はないですからね、かなり。あの子、マジ写真しか見てないですね。うん、こんな写真だけしか見ずにやってもらわないと、153人もおるから、はいはいはい。確かに。これはもう、青汁も出国前に5分ぐらいやってもらった。え、飛行機乗れたっすか。多分乗れたと思う。あの青汁ヒルズまで突撃してきたから。すごくない？青汁ヒルズ行って、はい、堀江さんとコラボをするために、うん、ごぼうの塔の奥野さんの一徳に行って、今一徳行ってたんですか？一徳行ってた。銀座の。銀座の一徳。一徳行ったことある？いや。やばいよな、あそこ。いや、ずっと来て。見たことあるんだよ。見たことある？横浜？どこやろ？いや、ワンちゃん僕のファンだったような気がする。マジで？武道館立ちたいですよ、プロフィール。いや、多分そうなんだよな、うん、いや、そういう意味では10点にしよう。10点やん、10点いや、でも、なるほど。どうも、はじめまして。ちょっと今、YouTube の撮影してますけど。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。寝てすみません。え、今、誰が繋いでるの。ワキです。ワキ君。ワキにもやってもらっていいんですか。いや、もうさすがにこれもう。ああ、なるほど。あんまり2人の入ってしまうとあれなんで、もう尺的に。全然ボックスを代表してマル君に。はい。はい。もうこれはさすがに社長も OK 出るでしょう。バシバシいきますよ。はい。マル君マジ早いっすね。見た目しか見てない。女の子の写真点数つけてもらってます。もうすごい。YouTube 出てもらって大丈夫ですか。あ、僕はちょっと。はい、まずですね。はい、じゃあ。見てますよ。はい、ああ、すみません、すみません。はい、いろいろとご迷惑をおかけしてるかもしれませんが。いやいやいや、おかしい。僕はもう、しんせさんの大ファンですから、ね。あ、ほんとすごい。いやいや、もうあの、大阪の長谷川も死ぬほど言ってますから。あ、へ、そうなんですか。東さんの、あれで見てます。これ6段のものや。今日も。え、めちゃくちゃ綺麗ですね。ガーシーが今日、ね、はい、会見で、会見というか、Love to travel。昼間の記者会見。でなんかガーシー2位の地方聴取がっていう、ちょっとニュース見てもらって出てる、はい、そう、いつも平井さんと高橋さんとずっと仲良かった。あ、そうか、そうか、そうか、一緒にね。まあ、そうだ、お前は見抜く力がないね。いや、アイドルの本質を見抜く力がない、お前には。さすが数々のアイドルを、うん、
選挙、はい、食ってきた男、押してみて、押してたっすかね、俺はアイドルと、この子がアイドルになるとっていう、ガチ選挙に出るんですこれ、ガチのその港区とか、渋谷区とか、豪邸山橋市とかの選挙に出て、当選した人からまたさらに総選挙、ガチの選挙でまず勝って、政治家になってからそこでも再度選挙をして、アイドルとファンがいるから保育者ですよ、ね、うん、だからちょっとそういう政治家とアイドルが合体するというイベントを TJ 社長のにも、うん、堀江門と青字同士に今応援してもらってやってます、そんなことをしてます、はい、すみません、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、また場合行きます、エリスにもあるからね、アリスなんですか、うん、知り合いにあるし、え、今沖縄には帰ってないですか、沖縄月近いでのタイミングで沖縄から、すごいな、なんか後半なんか点数高いな、いや、高いですね、やっぱりそうだよね、はい、確かに、絶対後半の方が高い、後半の方が確かに、確かに、そう言われたら点数高すくなりそうな人がいるような気もするな、そうですね、これ多分アイドルになるとみたいな子が多いですね。なるほど。やっぱ結局僕的には僕結構 AKB 推してたこともあるんですよ。うわ、ほんまやな。推してたんですけど。あ、ほんまや。あ、推してた。この写真だけじゃなくて、こうなった後に見られる仕事をして、その自分でどう輝くかっていうその期待点も。さすがだ。下座席ドアよ。アザブ10番のエステサロンで店長やってる、これより多分可愛くなると思うんですよ、いきます、写真より可愛くなると思うんですよね、活動したら、したら下で、そうか、マキさんはい、交代ですよね、もうちょい終わります、そうか、もうあと4人、4人もないかな、はい、終わります、はい、お、はい、一瞬だけじゃあここに来たって出ても大丈夫、一緒に、あ、一瞬向こうですか、もう一緒に向こう出て、はい、これだけ採点来ましたっていうのだけ、はい、あ、入りますか、あ、じゃあそうか、一緒に入って、一緒にもう一緒で出るよ、別に、はい、了解です、邪魔しないで、この採点をマルクにしてもらいましたっていうので、はい、よし、で、今、脇くんが入ってるんやな、これ一回止めますね、あ、もう流しといて、はい、はい、あ、いいですか、パー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 、裏ですいません、少し撮影をしておりました、あ、いやですよ、もちろん大丈夫ですよ、この伝説の方、お疲れ様です、伝説久しぶりです、そのままタイぶりで、タイぶりですよね、はい、じゃあもうあの僕が来ると再生数が落ちる可能性があるそうなんですよ、前さ、うん、ご飯行った時に、うんうん、あの政治家のアイドルグループを作ったっていうお話をしてた、あ、覚えてるよ、覚えてる、募集をしたらしくて153人来たんで、153人、それにこの点数をかけよう、今これ見た目だけ点数、要は好きなプレー審査、あ、まあ、そうですね、オーディションとかも、ね、みんな来てもらうのも大変なので、まあ確かに確かに、いや結構でも青汁がつけた点数、はいはいはい、で下が今丸くんに、あ、なるほどなるほど、1から10ってことですか、そう、1から10で、もう一回ちょっとホリエモンに今当てきたんだけど、はいはいはい、ホリエモンはHKT の元山本真央ちゃんに今から会うので、はいはいはい、山本真央ちゃん全部任せるということで最後ね、まあ、女の子のメンバーあってもいいと思うんで、まあ、確かに確かに、俺もの代理人の山本真央ちゃんが、うん、最後もう1点数をつけて、もうそれでオーディションが決定するってことですね、一番上の人からどこで出たいですかって電話をしていって、はいはいはい、自分が出たいところを例えば港区って言ったら港区はこの人で決まる、ああなるほど、中央区って2番目の人で、はいはい、で、自分の出たいところで出ると、はいはい、なるほど、ということで、はい、来年4月23日が投票日なので、はい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 、ぜひそれまでにもう発表するんですか、ね、もちろん発表は今日明日中にやってしまって、はい、1月13日年明け、1月13日でもその選挙の女の子が、うんうん、あれよね、政治の女の子がアイドルグループを組むっていうの自体はちょっと楽しみではあるよ、ね、あ、まあ確かに確かに、うん、で13日にみんなで決起集会するから、あ、はい、よかったら、その、はい、了解です、ちょっと、そう、誰も決まったらいいですよ、もう逆に女の子だらけなので、はい、ここに選ばれた、ね、確かに、それは楽しそうですね、そう、楽しいと思う、はい、普通に、だから、確かに、はい、参議院会館で、参議院会館でやりますか、国会の中でやります、やばい、やばい、3時から記者発表をして、はいはいはい、で6時から
今ちょっとまだ会場見ていないですけど、その近くのどっか会議室で立食パーティーするの。あ、はい、立食パーティーね。よかったらちょっとパーティーは好きなんで僕たち。はい、パーティーは好きなんで遊びさせてください。ということで、はい、あの要はこれに出たのはちゃんと審査してますよ。はいはいはい、ちゃんとね。ということで、幸福ですよね。はい、ということで、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。応援します。はい、ありがとうございました。楽しみにしてます。はい、ありがとうございましょう。はい、よし、ごすごいスピード感だな。申し訳ない。ということで終わりました。政治家女子48党へようこそ。